吸えばいい空気で、こう見れば海が見えて、運が良ければ知床が見えて、あ、キツネがいたりリスがいて、で鳥が鳴いててって、夢のようなの、夢なの、うん、6年半で7年目です。東京の杉並区でフラワーデザイナーをしてました。もう若い時に結婚して子供を産んで、旦那の転勤にこついてどっか行って、ある時、私の人生これ、この男と将来こっから先過ごすの嫌だと思って離婚したんですけど、もうちょっと前で50、やだやだやだと思って、夫の収入あっての話だから、ものすごい優雅な、まあまあよくあるさ、勇敢マダムがやってるような、そんな程度ですよ。まあ、ある意味何不自由ない暮らしだった。いや、不自由なのよ、それが、それることっていうのはあんまり好ましくないわけじゃない。そうすると自分の考えられる、あの物事の自由度っていうのの、あの物差しがなくなるの。この人生これで終わんのって、つまんないって、死ぬまでの間に自分のお金で生活するっていうのを一回経験してみなきゃちょっと良くないなと思って、このまま死んでいいのかみたいな。そのソーセージ塾っていうのが4月から開講されるっていうのが出てて、へーと思ってこうカリキュラム見たらすっごい面白かったんですよ。それでよくよく見たら、網走在住の人っていうのが条件だったんですよ。あ、じゃあ在住しちゃおうと思って、あのクッキーなんですけれど、網走の小麦で作ったとか、オホーツクの塩が乗ってる、この3種類の味なんですけど、網走のお土産何がいいって言ったらこれって言ってもらえるものの一つになりたい。商品にするっていうのはさ、やっぱりすっごくいろんな大変なことがあるわけじゃない。だから結構ひどい失敗もしてます。課題だらけだけど、でもそれこそニッチっていうか穴ぼこだらけで、やろうと思えば何でもできると思った。5年目ぐらいに初めて上の息子が来て、それまではさ本当に私のことをなんかふざけたことしてると思ってたらしいんだけど、来て一言、すっごい憎らしいやつなんだけど、一言、あのお袋がここにいる意味が分かったって言って、それからは一回も帰ってこいって言わない。やっぱり感じたものはあるのよ、ね、予想しなかった展開で大成功と思ってますよ。いつ死んでもいいと思ってます。